部も様になってきてる気がしますし、以前より武士道の境地に近づけているかもしれません。もっともっと武士に近づきたいです。あの先生、今日の私の試合どうでしたか？ご指導をお願いします。はい、ありがとうございます。これで日直の仕事は完了っと。この後何しようかな。さすがにこの雨じゃどこにも行けないか。って、うわっ、大丈夫ですか？で、カノン先輩、ごめんなさい。サーヤちゃん、ごめんね、怪我しなかった？はい、大丈夫ですよ。カノン先輩こそ怪我したりしてませんか？うん、大丈夫だよ。ごめんね、たった今滑るから気をつけてって千里ちゃんに言ってもらったばっかりだったのに。もうびっくりしたわよカノン。でもサーヤちゃんが受け止めてくれてよかったわ。ありがとうサーヤちゃん。いえいえ。はあ、それにしてもこの雨どうにかなりませんかね。そうね、てるてる坊主でも作る？それいいですね。あ、そういえばこの間かすみがてるてる坊主をいっぱい作っちゃって、こんなに作ってどうすんだってアリサに怒られてました。夢中になってるかすみちゃん、想像できるな。うちもココロちゃんが山ほど作っちゃって、アロハピのみんなであちこち吊るしたんだけど、それでも余っちゃって。ココロちゃんの山ほどは本当に規模がすごそうね。あ、だからこの前大量のてるてる坊主をくれたんだ。結局うちだけじゃ吊るしきれなくて、アリサの家の蔵に持っていきましたけど。そういえば今日はサーヤちゃん一人？ポピパのみんなは？今日は私日直だったんで、みんなも用事があるみたいだから先に帰ってもらったんです。そうなんだ。私たちも今日は予定がなくって、せっかくだからお茶して帰ろうって話してたところなんだ。いいですね、雨の日にのんびりお茶っていうのも。ここからだと体育館からの声がよく聞こえるわね。剣道部ずいぶん頑張ってるみたいですよね。大会で練習中だそうだから、こないだイブちゃんが嬉しそうに話していたわ。今日は剣道部か。もしかしたらイブちゃんって3人くらいいるんじゃないかな。え？だって昨日は茶道部でのお手前の披露があって、その前は華道部の発表会で、今日は剣道部だよ。ほんとすごいな。あ、よかったらこれから一緒に剣道部見に行きません？イブが頑張ってる姿ちょっと見たくなっちゃって。それいいね。私もイブちゃんの剣道してるところを見てみたいな。そうね、せっかくの機会だし行ってみましょうか。ありがとうございます。それじゃあ練習の邪魔しないようにちょっと体育館覗いてみますか。あー残念、剣道部もう片付けしてますね。今日はもう練習終わっちゃったのかな。ちょっと遅かったね。あれ、イブちゃんは？あれ、千里さん、カノンさんにサーヤさんまで、皆さん、ん、どうしたのイブちゃん？
目が赤くなっているみたいだけれど。私、このままでは、このままでは、武士道の境地にたどり着けません。イブ？何かあったの？